箱根吟遊のエレベーターの景色です。5階から1階に置いてます。プロのスペースがありますね。すごいね、この廊下。ここも客室になってます。ガーデンだ。ここは夜7時まで。ここがねバーになってる感じね。今ね、コロナ期間中だからね、夜7時でお酒の提供は終了です。これも客室だよ。はい、行き止まりだ。こっちにスーパーはこっちだよ。吟遊スパ。何これ、すごいね、このすごいね、この道、スパへの道。これまた夜綺麗なんだろうな。夜もう一回来てみようかな。ここすごいよ。すごい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 。木がある。クワガタがいそう。いるわけないか。はい、着きました。吟遊スパ、ここから入っていきます。な、スパはやりませんので帰ります。はい、U ターン。景色がすごいんだよ。すごいよ、これ景色がね、すごいね。すごい景色。しかもね、これ露天風呂付きだからね、露天風呂に入りながらこのね山の景色をね堪能できるっていうね。まあちょっと曇ってるけどね、雲がなきゃね星空なんかね見ながら露天風呂に入れるんじゃないかなと思います。すごく綺麗です。さすが日本一予約が取れない宿。すごいね。はい、大浴場にやってきました。ジェントルマン。はい、入っていきます。これがね大浴場ね。はい、こちら洗面コーナーがあって、こちらもちょっとした洗面コーナー。はい、体重計。はい、こちらが脱衣所ね。そしてここにタオル、フェイスタオルとバスタオルが用意されてます。はい、入ってきます。おっと、これはすごい。こう体洗うところが両サイド。そしてこちらにはなんとなんとサウナがあります。サウナは約90度ちょっと温度がね。はい、そしてそしてこの展望露天風呂、これがすごい。展望露天風呂すごいですよ、これね。もう外の景色と一体してるっていう感じ。こんな感じね。もう晩の6時過ぎですけど、こんな感じ。すごいね、この露天風呂は気持ちよすぎるよ、これすごい。
これは落ち着くね。ゆったりリラックスできます。うまいです。ね、ずっとね、これかけ流しでね、常にね、結構な量が出てますね。ずっとかけ流しになってます。こんな感じ。そしてね、こっちにもね、ちょっと小さめのお風呂が、魚の口からお湯が出てます。はい、こんな感じで露天風呂、これは本当にすごいな。最高、景色も最高ね。これは気持ちいいね。はい、そんな感じでね、大浴場からでした。